ルース・オゼキ・ルース・オゼキは、アメリカ合衆国の映像作家、小説家、前奏、日系二世の母を持つ。小説の多くは、日系アメリカ人を題材とし、それに、社会問題、環境問題などを組み合わせている。ルース・オゼキは、コネチカット州、ニューヘイブンで生まれ育った。父は、イエール大学の言語学者、人類学者として知られるフロイド・ラウンズベリー、母は、 ハワイで育った言語学者、雅子横山である。本名は、ルース・ダイア・ナ・ラ・ウンズベリー。尾関は、ペンネームで、元のボーイフレンドの姓を取った。スミス大学で、英文学とアジア研究を専攻した。卒業後、日本の文部省の奨学金により、奈良女子大学の大学院で、日本古典文学を研究したが、他にも、京都で、バーのホステスをしたり、 京都産業大学で英語を教えたり、農学などの様々なことに興味を持った。1985年に帰国して、ニューヨークに住み、低予算映画、幼獣伝説メクロポリス、ブリーダーズ、アンドロイドバスターズ残虐メカ帝国の逆襲、ミュータントハントなどの美術監督を務めた。その後、日本語が話せることを活かして、ニューヨークで日本のテレビ番組や、 広告会社のために働いた。後には自分でドキュメンタリー映画を作成するようになり、1994年にボディ・オブ・コレスポンデンス、1995年にハビング・ザ・ボーンズを発表している。校舎は日本に住む母方の祖母の葬儀を扱った自伝的な内容である。40歳を超えてから小説家としての活動を始め、1998年に 諸女作、イヤー・オブ・ミートを出版した。2001年から全に打ち込み、2010年に総当集の層になった。夫は、ドイツ系カナダ人の環境芸術家、オリバー・ケルハマーであり、現在は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州とニューヨークで暮らしている。他に、ザ・フェイス、エータイムコードというエッセイを出版している。ありがとうございます。